常務理事の職を一時停止いたしまして謹慎とさせていただきたいと思います。そして会長、あなたの発言で今日大のブランドが落ちてしまうかもしれないので。それは落ちません。今回の問題につきまして、関西学院大学アメリカンフットボール部の怪我をされた選手の方、そしてそのお父さん、お母さん、ご家族の方に対しましては、誠に申し訳ございませんでした。そして、昨日、あのような形で会見するに至ってしまいました。宮川選手、家族の方々、本当に申し訳ございませんでした。今回の件なんですけれども、誰の指示で起きたことなのか、改めて内田監督教えてくださった。今言われておりますこういうタックルをしろというそういうようなことを信じていただけないと思うんですが、私からの指示ではございません。ですがフィールドで起こったことですので、それはスタートからゴール、試合が終わるまでは私の責任だと思っております。実際監督から僕にクォーターバックを怪我させてこいというような指示はございませんでした。私は宮川選手に対してクォーターバックを潰してこいと言ったのは真実です。はい、ルールを基本に全てルール守るというのが原則として我々はやっております。その中でいろいろな指示はしますが、とにかくルールを守ってやるというのが基本で、我々は選手もコーチも練習をしております。どうして1プレー目の後に宮川選手を退場させるなり措置を取らなかったんですか。これは言い訳になってしまうんですが、僕はその時ボールを見てしまいまして、そしてプレーのその宮川選手のところを残念ながら見てないっていうのが正直なところです。僕としては彼に思いっきりやってほしかったと、思いっきりすることが試合で最初から思いっきりスタートして、はい、タックルしてっていうことが彼への僕からの課題やったので、まあ、いつもとやっぱり違うようなプレーをしてほしかったという意味です、はい、僕はディフェンスラインのコーチなんで見ておりました。それを見てどのように思われたんですか。ちょっとやっぱり1プレー目で正直向こうにロールがいて、ああいう形っていうことを、僕はちょっと想定してなかった、まあ、違う、ちょっと違うなと僕の思いとは、それは思いました。相手のクォーターバックと知り合いなのか、感覚との定期戦がなくなってもいいだろう、相手のクォーターバックが怪我をして秋の試合に出られなくなったらこっちの得だろうというような念のされ方をしたというふうに聞いています。これは事実でしょうか。友達かということは聞きました。あと得か損かとかそういう話は私はしておりません。あと定期戦がなくなってもいいだろうということも彼には言っておりません、はい、ただその僕もその一言一句覚えてるってわけじゃないんですが、ただ彼にそういう気持ちになってほしいなという思いで言っていたということは間違いございません、はい。我々の、フットボール、日本大学のフットボールではまずこのルールの中で一生懸命やりなさいと、
そしてそれが我々指導者と選手との中のその信頼関係の中ではもうルールの中ということで指導しております。そして一般論といたしまして、非常に、能力のある選手が、10の力があるんだけれども5ぐらいで対応できてしまう、そういう時はやはりもっとできるんだ、もっとできるんだということをはっぱかけます。その中で長い歴史の中でそういう時期もあったでしょうが、それは今の時代で何て言うんですか、殺すとかですか、そういうのは今の時代ではちょっと我々も昔は使ってました、正直言いまして。ですけど今の時代はルールと言いましてもそういうような言葉は使わないというのが今の現状でございます。あれは宮川選手自身の判断での行為だと認識されているんでしょうか。と私も彼に対しての言葉、表現の仕方、あとはその試合までの持っていき方、彼に対してそれで彼がやはりとんでもない、重圧をやっぱりプレッシャーっていうかそういうのを受けて本当にその目の前が見えなくなったのかなと思っております。本人が、フットボールはもうできないというふうに言っていますけれども、その言葉を聞いてどのように思われますか。まず彼は高校から非常に身長も能力もあって、それでこういう結果で、こんなにも嫌いになってしまうのかな。で我々もっていうか僕も正直言って、彼はもうちょっとやってもらって日本代表するような選手になると思います。やってればですね。だからそこのところは非常に、なんでそんな選手がやめなくちゃならないのかな、我々の責任だなというのは、これはもう非常に反省しております。と学年が上がるにつれて彼に求めるものもすごく多くなってきて、でそれをやっぱり引き出そうっていうか、なんとかしてやろうという思いだけでやってきて、で結果的に彼がフットボールをやめたいと言っていることに対して率直に言うと続けてほしいと僕は正直思ってまして、やめてほしくないと思ってます。思いも僕はやっぱありますから、高校の時と彼に対する思いは正直何も変わってないんで、僕はフットボールやってほしいと。でもうこれで9時半過ぎましたんで1時間半以上やってます。でこれでもう終わりにしたいと思います。2人はちゃんと出演させてもらえませんか。え、今日は皆さん見てるので1人1問にしますから。でこの何十人も全部やるんですか。で何時間かかってもわからないじゃないですか。無理ですよ、ここにみんな手を挙げてるんだから。お願いします。刑事事件にもなってるような話したので、こちらもちゃんと短くしますので。監督に決めてもらいたいんですけれども、会見を続けるかどうか。いやいや、もう、どうぞ。よろしいですか。監督に決めていただきたいんですけれども。監督、お話しされた後、質問の時間を受けてくださいますか。よろしいですか。しません。まず、すみません、司会者のあなたの発言で、今、日大のグラウンドが落ちてしまうかもしれないので。落ちません。よろしいでしょうか。まず
ご質問にお答えいたしまして、その話の前にお答えしようと思います。話し合いたいと思ってます。こう 僕はこうなってもらいたい、こういうプレイヤーになりたいと、なってほしいという思いで言ったとか、まあ、彼が納得してない部分とかをちゃんと、まあ、話し合ってないので、実際は実際にもう安倍総理辞めるっていう、彼は昨日会見で言いましたね。はい、それについては本当にそういう気持ちっていうか、そういう、昨日の記者会見もそうですけど、本当に彼に対しては申し訳ないという気持ちでおります、はい、ただフットボール続けるか続けないかということを問われると、僕は続けてほしいという思いです。はい、これでもう打ち切ります。テレビのやめてください、やめてください、やめてください。無理やり聞かないでください。お二人がやめてくれって言われたらやめます。お二人がやめてくれればじゃないですよ。もうさっきからなんかしつこいけど、非常に、はい、刑事事件で大阪府警は受理したと言われております。昨日警視庁の方にもその捜査が降りてきたという報道もされています。このままですと、この指導者のお二人が自分たちの指示潰せということが、まあ、警察の任意の取り調べに対して同じような説明をすると思います。この結果ですね、宮川選手一人がこの刑事事件において、まあ、立件されてしまうという可能性が非常に高くなってくるわけですが、それを井上コーチは望んでいるんでしょうか。大学側の指示がないというのであれば、この選手一人が、家庭の質問になりますので申し訳ないです。これは家庭ではなく、実際リアルに捜査が行われましたと思います。井上コーチはこの説明を警察にまたするのであれば、宮川選手一人が立件されるということになると思うんですが、どうお考えでしょうか。僕でよろしいでしょうか。はい、確かにそういう捜査、僕はちょっとそこら辺の詳しい話は分からないんですが、警察がどういうふうな、処罰ですか、そこら辺の進み方は分からないんですが、それは正直に警察にお話ししようと思っております。で、どういうふうになるかは正直言って、我々がの範疇を超えてまして、ちょっとお話はできないという状態です。今回の一連の問題につきまして、アメリカンフットボールに携わる方々、そしてこのような問題、日本大学に多大なご迷惑をおかけいたしました。そしてこれから第三者委員会を立ち上げていただきまして、そこで調査をしていただくということになりました。ですので、しばらくというか、常務理事の職を一時停止いたしまして、謹慎とさせていただきたいと思います。そして、第三者委員会の結果、その結果から大学のご判断に任せようと思っております。以上です。コーチの方も一言で結構です。私はコーチを辞任しようと考えております。以上です。以上でございます。もう以上は禁止ということで、これから判断は